像もつかないほどの英知をお持ちですが、それ以上に私が感服しているのが洞察力。ええ、主様に見通せないものなどないのですよね。最近はこうして主様とゆっくりお話をする機会が少なくなりましたね。あ、愚痴ではないんですよ。主様の役に立つ、それこそ私の喜びなんですから。私、周囲からは自信過剰だなんて言われますけど、過剰ではなく正当な自己評価だと思ってるんです。ね、主様もそう思いますよね。先ほどから主様はずっと黙ったまま。あ、今小さくうなずかれたのは何か次の策を思いつかれたのですね。主様に教えていただいた曲はどれも素晴らしいです。ただ演奏を重ねるに従って、やはり月光は別格というくらいさらに好きになっていくんです。自分でファッションを選ぶとどうしてもガーリーになってしまうのが悩みなんですそれが一番似合うのも事実ですけど、私が今一番知りたいのは主様の視線を釘付けにしておく方法。あ、もうなんでそこで視線をそらすんですか。あ、主様と視線があっただけなのに急に顔がほてってきて、普段と何も変わらないのになんで、暑い。ああ、この指の傷ですか実はお裁縫を始めてみたんです。いずれお洋服を自作するのが目標なんです。音楽にも緊張と弛緩があるように、気を抜くことも人には必要ですから、主様にも私といる間くらいは気を抜いてほしいのですが、難しいのでしょうね。今日だけは戦士の休息といったところでしょうか。主様もたまには息抜きをされませんと。余計なお世話と思いつつも私心配なのです。三つ星商会のコーヒーが人気になったおかげで世はコーヒーブームですが、私はあくまで紅茶派。紅茶の美味しさをアピールしていきたいですね。先ほどから周囲を気にされているようですがわかります。学園生の姿をしている時も常に不審な動きを見逃すまいと。さすが主様。はぁ、私今すっごく後悔しているんです。今日主様のためにお弁当とか用意してくれば、私の魅力をもっともっとアピールできたのにって。自分の欠点ですよね。さっきからずっと考えてるんですけど全然思い浮かばない。もしかして欠点がない？こうして主様と二人きりでお話しする時間が作れるなんて、普段の頑張りへのご褒美でしょうか。私もっと頑張りますね。主様、もう少し近くにいらっしゃいませんか。私、何言ってるんでしょうね。雰囲気でつい口に出てしまったんです。主様にとっての特別な存在になりたい。
勘違いしないでいただきたいんですが、アルファ様くらい頼りにしてほしいだけですよ。もう主様ったら、また私のことを見てる。今日は少し髪型をアレンジしてみたんですけど、主様のことですからやはり気づいてますよね。私、剣の腕前もだいぶ上達したんですよ。主様はまだ未熟な頃の私しか知らないと思いますが、今度試していただけません？そうですね、任務中に危険な目に遭ったことは何度もあります。でも主様のもとに絶対に戻る、その強い気持ちでいつも乗り越えてきたんです。主様にお願いがあるのですが、任務に向かうとき、いってらっしゃいって言ってもらえたら。ああ、私何言ってるんだろう。任務に赴くことで主様のお力になれる、それは分かっているのですけど、しばらくお会いできなくなるのが寂しいですね。いけない、いけない。刻意をまとっている間は緊張感を持っていないと。ですよね、主様。主様からの英知、そしてこのスライムボディスーツは私たちへの贈り物。今後とも大切に、そして有意義に使わせていただきますわ。